歳女性ルーキーが重賞初騎乗初優勝、今村聖奈騎手の今後の活躍を占う。さあ先生、はい、今日はですね、女性では初のルーキー重賞、はい、初騎乗初勝利を果たしました、競馬界のニューヒロイン今村聖奈さんでございます、競馬ファンの間でも大きな話題となっているこの方でございまして、はい、女性騎手はちょっと活躍しづらいというスポ、競馬というスポーツなんですけども、この先も活躍し続けることができるのかというのがまず、お願いいたします。はい、そうですね。まず彼女のはこの重強化という、はい、まず水が冬に戻ってますから、ほうほう、このボクスがものすごく強い、うん、自分が非常にパワーが高くなって、ほうほうほう、でさらに今年水の出となってまさに乗るほうほうほう、これ一応リュートンというような商品なんです。リュウに乗るというような、はい、リュウに乗る、はい、ほうほうほう、リュートンという商品なんですけど、やっぱり 何かにまたまって、うん、っていうような、いや、今まさしくジョッキーですね、ね、そしたら、ね、今年は結構良かった年ですか、はい、それとこれまさにここが開きますから、はい、ちょうどこの水の上に乗ってるってことですね、この組み合わせですね、まさしくジョッキーとして活躍する、はい、今年はある意味ブレイクしてもうおかしくないです、はい、いやでも本当に大快挙ですけども、ね、この先はどうですか、結構現役は、そうしますとここが結構 まだ続きますね、あら、じゃあもうちょっと長い活躍を、はい、ただここでもしかしたらお子さんができる可能性もあ、結婚も、はい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 、なるほどなるほど、考えられますね、その日本ではまだ G1 レースで、ねね、女性ジョッキー優勝してないということですけども、はいね、それもありえそうですかね、そうですね、可能性あると思います、ね、あら、初のということで、はい、ね、もう今後も要注目で、はい、もうどんなメンタルしてるんだろうと思いますけども、あの注目の中一発目で勝つという、皆さんも今後もね、末永い活躍を、お祈りしてますので、馬券買ってみたいと思います今日もありがとうございました、はい、それではまた明日もご覧ください、コメント欄に気になる、有名人芸能人スポーツ選手などいらっしゃいましたら、ぜひとも皆さんコメント欄に書き込んでみてください。それではまた明日もご覧ください。また明日。